あなた方は皆、愛に満ちた神から無限に愛されています。神の愛は永遠で、不変であるため、あなたは常に愛されており、これからも愛され続けるでしょう。ですから、この、神の真実を変えるために、あなたにできることは何もありません。人間としての生活を送っていると、自分に対する神の愛について疑問を感じることがよくあります。なぜなら、あなた方は幼い頃から自分の幸福のために責任を負っている人たちから何らかの、あるいは多くの、恥辱や罰を与えられた経験があるからです。自分の世話をしてくれる人たちは善人だと自然に思い込んでいたので、あなた方は自分には何か問題があるに違いないと人生の早い段階でそのように結論つけたのです。この自分は十分ではない、自分には価値がないという感覚は非常に深く根付いています。そのような完全な無効性をより深く理解できるように、私は、あなたが、神のあなたに対する無限かつ永遠の愛、いかなる種類の制限も条件もない愛に目覚めるのを、あらゆる面から手助けしたいと思っています。神が創造するものは、不変の完全性を持っています。神はあなたを創造し、あなたが自分自身についてこの永遠の真実を知ることを望んでいます。実際、あなたは自分の心の奥深くでこの真実を知っています。あなたの目覚めとは、この神聖で不変の真実に常に完全に気づくことであり、それによってあなたは本当の自分自身を知るという最高の祝福を常に感じ、経験し、喜ぶことです。神があなたを知っているように、自分自身を知ることです。そして、それが神の意志であり、あなたの意志でもあることを知ることです。あなたと母なる神、父なる神は、どの瞬間にも完全に調和しており、愛という無限の広がりに気づき、完全にそれに関与しています。そのような状態、つまりあなたの本来の自然な状態は永遠で不変であり、あなたはその完全な意識に目覚めているのです。完全に気づき、完全に意識し、完全に生きていることは、あなたに対する神の意志であり、あなたが神と永遠に一つであるように、それはあなたの意志でもあるのです。あなたが目覚めないということはありえません。眠りとは、本来のあなたの自然な状態からの一時的な、非現実的な脱却であり、それは、あなたの真の神聖を忘れた状態であり、あなたのためにならないので、あなたは、そのような状態を手放すことになるのです。あなたが、今回の人生に転生する前、あなたは、神であるプレゼンスの中にある、愛のワンネスを完全に認識し、完全にそれを楽しんでいました。そして、人類の大いなる目覚めを助けるために、最も勇気と熱意を持って、人間として肉体を持って存在することを志願したあなたは、今回の人間の人生経験が非常に厳しく、多くの痛みや苦しみを伴うかもしれないということも知っていたのです。それにもかかわらず、あなたは喜んで転生したのです。ここ、スピリチュアルな領域、あるいは非物質的な領域で、あなた方は最も尊敬されています。そして、それは当然のことです。今こそ、あなたは自分自身を尊重することを始めてください。どうか自分自身を尊重してください。そうすることが神の意志なのです。自分を疑うときはいつでも私や聖人、愛する人たち、常にあなたのことを見守っている人たちに助けを求めてください。
そして人間の知性だけを使って人間としての人生が何であるかを理解しようとするとき、あなたは自分が想像しているよりもはるかにタフでパワフルな存在です。ただ、あなたは決して一人ではないことを忘れないでください。あなたが毎日私たちとコミュニケーションを取るために静かな時間を過ごすとき、期待せずに、ただ神聖な内なる聖域でリラックスすることを自分に許してください。許すことが重要です。許すということは、たとえあなたがプレゼンスに包まれているのをほとんど感じることができなくても、あなたが常にそこに存在している愛のエネルギーフィールドに身を委ねるということです。そうすると、そこで休んでいる間に、心配事や不安の感情が小さくなったり、あるいは消えたりするのがわかるでしょう。そうすることで、人間のエネルギーフィールドにエネルギーをチャージし、直感的な感覚、すべてがあるべき姿で、自分がいるべき場所にいて、人類の目覚めを心から後押しし、それを実らせる愛のエネルギーフィールドを作り、そこにいることを自分の中に見出すことができるようになるのです。そして、人類は目覚めようとしており、あなた方は、それが最も素晴らしい結実となるように、非常に重要な仕事をしているのです。あなた方自身、あるいはあなた方の目的を、決して疑わないでください。あなた方は、皆、絶対に例外なく、この神聖な計画に多大な貢献をしているのですから。あなた方のうちの一人でもいなければ、この計画は実現し得ません。あなた方は、それぞれ、目覚めのプロセスという、神聖な連鎖において、不可欠であり、決して切れることのない輪なのです。行動することは、あなたが分離を経験するために気づいた幻想の中で人生を生きてきたあなたにとってとても役に立つ人間の活動です。それは、あなたが形を変えて進化し、人間としての目的をより深く理解するようになるにつれ、あなたのスピリチュアルな進化を大きく促してきました。それは、あなたが本当は誰であるかを思い出すことです。ビーイングとは、あなたの思考が即座に具現化される、あなたの自然な状態です。想像は想像であり、何の努力も必要ありません。思考とは、あなたの永遠の存在のすべての瞬間に誰もが参加している無限の愛のエネルギーフィールドを共有し、拡張するためにあなたが行う選択です。それは調和の取れた相互協力的なものであり、それが花開いた時、関係するすべての人に強烈な喜びをもたらすでしょう。それは人間が新しい家電製品を発明したり、科学者が推論によって物質社会をより深く理解したり、制御しようとするような極めて難しい知的作業のようなものではありません。思考とは神のより大きな祝福のために美しく流れるものなのです。今、人類は目覚めつつあり、あなた方全員がそれを起こしているのです。あなたの驚くべき、そして最もパワフルな意図をビーイングにリセットし続け、その目覚めを実現させてください。ビーイングは完全に自然なことであり、ただ自分の中に存在することを許すことになれるにつれて、あなたに平和と豊かさがもたらされることでしょう。あなたの愛する兄弟、イエス。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。